スピードスケート元選手。血液型 B 型。2010年バンクーバーオリンピックスピードスケート男子500メートル銀メダリスト。2018年よりショートトラックスピードスケート日本代表チームのヘッドコーチを務める。実家は畜産業を営んでいる。二人の姉についていくように三歳の時からスケートを始めた。中学時代はスケート部の他に野球部にも所属し、 ポジションは三類種。高校でも野球を続けたかったが、野球での推薦入学ができずに、スケートにした。北海道池田高校に入学。当初は長距離専門だったがタイムが伸びず、3年の秋に短距離に転校。それからわずか3ヶ月余りで全日本ジュニア選手権500メートル、インターハイ1000メートルで優勝。日本大学分離学部体育学科に進学。 学生ひかみ選手権で活躍し、2004年のユニバーシアード・インスブルック大会500メートルで優勝。2005年に日本大学卒業後、日本電産、三強に入社。全日本スプリント選手権総合優勝を飾った。2006年のトリノオリンピックに出場したが、注目度の高かった、清水博康、加藤ジョージ日本人最高の4位入賞を果たした。 及川優の影に隠れ、500メートルは13位に終わる。1000メートルは32位。2006年から2007年シーズンに入ると全日本、スピードスケート距離別選手権大会で500メートルと1000メートルの2冠、達成。2006年11月10日の W 杯開幕戦で500メートル35秒、10を記録し、W 杯自身初優勝。同12日にも、 同種目で連勝。2010年バンクーバーオリンピックでは、スピードスケート男子500メートルで、銀メダルを獲得。しかし1000メートルで、スタートでのトラブルに2度も巻き込まれ、ペースを乱し37位と断敗した。2014年のソチオリンピックスピードスケート男子500メートルで6位、入賞。2015年4月17日、現役引退を表明。 しかしその後に2018年ピョンチャンオリンピックを目指して現役復帰するもピョンチャンオリンピック出場がならなかったために再び引退した。2018年4月26日の日本スケート連盟理事会にてショートトラックスピードスケートナショナルチームのヘッドコーチに就任することが承認された。2018年10月23日元スピードスケート選手で ぴょんちゃんオリンピック女子団体パシュというシート優勝メンバーである菊池彩香と結婚した。同じく2006年トリノオリンピックに出場した大川優は出身高校の北海道池田高等学校の先輩にあたる。高校時代はスケート選手の中では細身の部類であった。しかしローラースケートの練習を見た当時のスケート部の監督はその滑りを見て衝撃を受けたという。 当時から滑らかな動きで縦から見ても横から見ても素晴らしいバランスを持ち天才だと感じた。もう一人の顧問には長島はいじるな。すごいものを持っているからとフォームの指導をさせなかったほどである。ちなみに現在のフォームは各国のコーチにも賞賛されている。他のチームの人間とも食事に行ったり話すなど普段は明るい人物。 オリンピック開催中の練習の合間には高木美穂とサッカーをしていた。バンクーバー五輪終了後、所属企業は二階級特進の昇進として係長町に就任させることを発表した。その際の会見で社長が今後毎回金メダルを取ったら社長になれると冗談混じりで話し、それを受け長島は次期社長の長島ですと挨拶していた。ありがとうございます。